こんにちは。こんにちは。じゃあちょっと自己紹介を譲り合い。はい、ラナです。はい、ロシア人です。イタリアから来ましたタレントとコスプレイヤーゆりこたいがです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。かわいいね今日これ。何これ、リボン。リボンがすごい素敵。じゃあ今日なんだけど、うなぎを食べに行こうと思ってて。やった。どうすか、うなぎ大好き、一番大好きな食べ物なので嬉しい。私は高いうなぎ、いや、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるうなぎ食べたことがなくて、スーパーで売ってるやつとか、 あとなんか焼き鳥屋でたまたまうなぎ串があって食べたことあるんですけど、あのちゃんとしてる店でちょっと食べたことがなくて、全く別物だと言われたので、ちょっと楽しみです。ここはもうちゃんとした店に今日は行くので。お、最高、ありがとうございます。お楽しみに。はい、じゃあ行きましょう。2人はさ、どうやって会ったの？ナナさんから連絡が来ました、うん。あ、そうなんだ。じゃあ今日うなぎ食べようぜみたいな感じで。いや、あのじゃなくて、うちのチャンネルに出てくださいっていう連絡があって、はいはいはい、でそこからなんか一番好きな料理とかそういう話をしてて、で動画のコメントで、じゃあうなぎは日本食保険金におごってもらってくださいみたいな感じで、そういうことね。3件とか4件ぐらいの。うん、ありがとう。いいですよ、それは。うなぎが一番好きな食べ物なので超嬉しいの。まあ、今日はうなぎの専門店だから。そうそう、うなぎしかないし、うなぎしかない。あとコスですよね。いやー、最高。いいな。うなぎはね、食べるチャンスが本当少なくて。高いもん。高い。そう、ちゃんとしたところで食べると高い。っていうか、私は。はい、ちょっとあの。そのね、いっぱいいっぱいね。そうだね、そうじゃないとと、うん、OK、 乾杯。乾杯。うん、昼から日本酒、ね、いいな。あ、でも今日は私も試験があって、ちょっとあのリラックスして飲みたいです。はい、おめでとう。これおつまみとしては最高だよね、これ。そうそうそう、日本酒にめっちゃ合いそう。うん、いや、もう日本酒ね、ベストチョイスだよね、この中だったら。もちろん、さすが、分かってた。そうだよ。結局うなぎってご飯と一緒に出るじゃないですか、うん、だから日本酒ってご飯と最高の組み合わせなので、まあ、確かに、それ考えて頼みました。さすが晩酌で、あと煮こごり、うん、私結構あの日本って、まあ、そんなにみんながよく食べる料理ではないんだけど、たまにあの日本人の方に喋ると、煮こごりって実はロシアにもあります。え、そうなんだ。似たような、なんか似たような感じで、まあ、日本だと魚から作られてることが多いと思いますが、ロシアでしたらあの肉、まあ、牛肉だったりとか豚肉だったりとか、あと、まあ、子供の頃から食べたことありますが、大体あの子供がみんながこれを嫌いで、まあ、大人が、まあ、お酒のつまみとしてよく食べます。さすがうなぎかな。うん、おいしい。煮こごり、もう食べちゃった、美味しい。おしぼりまだ辛いね、これ。辛ニラみたいな感じって言ってました。うまっ。本当大好き。なんかこんなに美味しい店でいつも食べてるのに、よくこのシンプルものが好きなんだろう。いや、やっぱシンプルなものこそ一番いい。うん、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。やっぱりうなぎが入ってるものが好き。まあ、それはそうですよね。うん。きゅうり。きゅうり、そう。変な組み合わせ、食べたことない。美味しいけど、意外と合う。意外と合う。いや、全然これいい。私もう全然うなぎ食べないから、どういうものと組み合わせるのは全然わかりません。うん、卵と美味しい。卵と多分一番美味しそう。あ、美味しい。え、やばい、これめっちゃ好き。あ、甘くてめっちゃ美味しい。うん、超柔らかい。いや、いいな。日本酒も進むね、これじゃ。いや、今日昼だから進むと、この後おいしい。え、英語自分で勉強したりとかしてますか？うん、うん、
美味しい。で、正直といえば、うなぎって、実は小骨とかすごい苦手な人で、うん、このうなぎは全然この骨が全く感じなくて、いやこれはさすが、なんだろう、ハイクオリティの店だなって思いました。わかる。うなぎってうまいね。だってあまり食べたことないからさ、なんかうなぎが一番好きって言われてもなかなか共感ができないというか。ちょっと今スーパーで買ったことないかもしれないうなぎは。ああ、でもスーパーで、俺もスーパーであんま食べたことない。ないな。でも売ってれば売ってるは売ってるけど、多分いつもじゃなくて。確かに去年は初めて食べました。であのスーパーで買ったやつで自分で温めてご飯に乗せてみたいな。あ、いいね。懐かしいうなぎを食べると大体。え、懐かしい？懐かしい感じ。イタリアでもある？うなぎ。いや、それことじゃなくて、イタリアで食べたことはないんですよね。で、初めて日本に食べた時によくわからなかった。うなぎって何だろう？何だろう？まあ、お魚だよねって、何の魚が全然知らなくて、まあでもあと知ってても食べた。もう気にしないって言われて。その初めて日本でエタテイメントの CM をゲットした時の昔のマネージャーさんはうなぎがいつも怒ってくれた。あ、そうなんだ。だからなんかうなぎを食べると、あ、今日は頑張った、ああ、なんかお祝い感みたいな感じ。そう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 。みんな食べるのは早いね。すいません、私めっちゃ早い。超早い。せっかちでしょ。せっかちってわかる。待てない。違う？あ、そう。だからソニック好きかもね。あ、私もソニック大好きだった。早いだから。そう。何ソニックって？ソニック、セガのゲーム。あ、ソニック大変そう。そうそうそう。ソニック大変トラック大好き。じゃあ、うまきです。ここにこういうゆっくりで食べられないの？飲んでるから多分飲みながらちょっとつまみながら。そう、飲んでるし、喋ってるし。いや、でももっともっとめちゃくちゃ遅い食べるのが。あ、そうなの？あ、美味しい。うん。いい組み合わせだよね、この卵に。あ、そうそうそう。あと、なんか、卵がもう少し甘いと思って食べたら、うん、なんか、すごい出汁の味がする。うまきも初めて。うん。うん、うん。え、普通にあるの？普通にある。うん、見たこともない。明太子だったらよく。ああ、卵焼きと、そうそうそう、その中に入ってる明太子。じゃあちょっとゆうこさん、この番組ではゆうは何しに日本へ、なんで日本に来たのっていうことを話してもらうんだけど、あ、まあ、ラナは何回か出てるから、まあ、それは2回出てます、うん、はいはいはい。おお、ゆうは何しに日本へ。え、出たことある？ゆうは何しに日本へ。出たことあります。あ、出たことあります。本家に出てるんだ。5回ぐらい出たことある。あ、マジ？そんな出てるの？その時何回も聞かれるの？その質問って。そうだよね。一番最初は、空港で、質問されて、でその後見っかけでずっとされてて、でその後はレポーターとして2、3回ぐらい。ごめん、その同じようなことまた聞くかもしれないけど、はい、このチャンネルでもちょっと説明していただくと助かります。はい、なんで日本に来たは、ポップカルチャーが大好きで、普段はコスプレをやってるので、まあ、コスプレだと、まあ、趣味としてと仕事としてもやりたいなと思ってきたんです。で、一番最初の目的は実はアイドルになることでした。あ、まあ、ちょこちょこやってて、最近もワンマンライブ1回最初と最後、外国人のグループアイドルもやってて、で楽しかったです。まあ、今もずっと日本にいたいので別に帰るつもりが一切ありません。なの、一切帰るつもりはありません。はい、そう、日本人か、これからも。そうですね。ね。この喋り方もね。ね。いや、自分の国がイタリアはね、すごく本当素敵な国だと思うし、うん、めっちゃいいよ。自分の実家も確かに日本に来てから良さが見えてきた。そうだね。ああ、もう冷蔵庫とかがね、全然違うしね。日本人憧れる街だなってすごい思ってきたんですけど、好きなものはもう全部日本にしかないので、うん、日本に慣れると、まあ、確かに家族と一緒にいられるかもしれないけど、うん、好きなものも、ね、ここ全部あるから、帰るとやっぱ違う寂しさを感じます。うん、がすごいっすね。出てますよ。収まりきれてない。口穴
の中地焼きと言います。蒸さずに調理しております。こちら奥手の赤い大きい入れ物がうなぎのタレ、青い入れ物が山椒味噌、竹の入れ物が粉山椒でございます。お好みにかけて召し上がりください、はい。こんな俺はみ出たうなぎは初めてかもしれない。わざとじゃないこれ。はい、はい、いきます。せーの、ポン。わあ。でか。すごい。ちょっと待って、こっちの方がでかいよ。そんなことないぞ。こっちの方が厚みがある。ほらほらほら。めっちゃいい。わあすごい。これ写真で。でもこれすごい。うま。ちょっと待って、自分のタレ食べたい。味噌汁もすごい。味噌汁じゃないと思うよ。あ、そうだね。うなぎ汁優しい味が。お吸い物。あちょっと待って、できてない。ちゃんとできてない。うわー。いただきます。泣きそう。人生で一番幸せな瞬間。うまい。泣くんですか。こんなに美味しいうなぎなんてよ。すごい久しぶり食べた。うまい。もう口の中で溶けるの。美味しい。これ10個ください。わかる？わかる？全然違うでしょ？溶けてる。もう完全に口の中で溶ける。でしょ？わーお。やばいこれ。この炭で焼いてるから香ばしい香りがするっていうか。これは俺も美味しいわこれは。ガチでうまいわ。これを後でしばらく食べられないのはすごい悲しくなりました。多分その後スーパーで絶対変えられないと思うよ。いやまあまあまあそうなんですよね。逆に10年いたのにね、ちゃんとしたうなぎの専門店でうなぎが食べてないっていうのが。だって高いって。高いの分かるよ。自分のお金で行けないんだよこの店。誰も連れてくれないこんなにこんなに高い店に。高くはない。そう？いくら？一人当たりだから多分コースだから5000ぐらいじゃない？4000。まあ、じゃあ絶対もう1万超えるやん。5000。嘘。絶対1万か1万5千円ぐらいするんじゃないかな。多分夜になると夜になると高いと思うけど、まあ、ランチの時間は安い。うん、うん、でも5千円こんなに美味しいうなぎが食べれるなんて本当安い。うん、なんで、はい、山椒もありますよ。これは山椒味噌、もう大好きなんですよ。もう痺れるほど、うん、いい香り。うん、美味しい。ちょっとあると思います。味もまた変わったりとかします。うん。うん。うまい。ああ。うん。ゆりかはもう黙々と。すいません。いや全然全然いいよ。しかもまたみんなが早い。もう全然進んでね。もう半分以上食べてる。忙しいね。私これねマジで。これ前は本当に。うなぎ好きになった。うん。だって前はやっぱりちゃんとしてるところで食べたことないから、まあどういうもののはある程度分かってたけど、なんかそんなに食べに行くって言われても別に自分のお金だったら行きたくないなっていう感じでしたけど、今はちょっとさすがにやばいこれ。ですよね。やばい、なんてやばいもんこの美味しさ。やばい、めっちゃ美味しい。いいね、プレゼントみたい。あ、素敵。こうやってさ、こうで食べる。多分手で食べちゃいます。そうだね。お、冷たい。あ、しょっぱい。しょっぱいね、思った。あ、でも甘い。よくわからない。どういうこと？塩大福だから。多分梅が入ってる。あ、はいはい、酸っぱいも入ってるから梅っぽいの。あ、わかる。うん。美味しい。うん。完成です。はい。
めっちゃ美味しかった。あ、ごめんなさい。これも自動だと思ってた。さっき自動してたから。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまです。いや、あれ最高でしたよね。最高。うん、日本酒も合う。日本酒。酔っ払ってない大丈夫？枯れる？いや、次天ぷらね。しか飲んでないもう。あ、そうですか。次天ぷら。天ぷらも日本酒合うからね。ね、あ、刺身がいいね。刺身。じゃあ今日はありがとう。ありがとうございました。じゃあね、チャオ。